皆さんこんにちは。こんにちは。この通り女だらけの舞台。女だけじゃないしもいます。一人一人。いや、二人。いろいろな実際。女、一概に女とも言えない人たちばっかり。の飛ぶギワギワの女たち。アイアシアター東京にて3月29日から本番が始まります。はい、はい、作演出はこちらの江本純子さんです。お疲れ様です皆さん。はい、ただいま絶賛稽古中ですが稽古されててどうですか？矢吹さんがすごくなんかしっかりされてて、あ、そうですか。いろいろまとめてくださいますよね。なんかね、まとめてっていうか、そう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 。今だけじゃない。今進行任されてる。練習してる。なんかやっぱしっかり小林さんもそうですけど、それしっかりされてますよね。あ、でもみんなマイペースでね、うん、いいなと思います。いろんなほらこうやっていろんな方がいるんですよ。こう大きい人もちっちゃい人も。本当みんなキャラクターが違くて、うん、今背伸びしてます。多分なんかこういうね、いろんなこう女の人たちが出てきて、うん、年齢層もかなり幅広い。そうですね、そうですね。どの女が面白いかっていう感じの、うん、選び方。普通な人はいない、うん、普通な人いない。ジモンさんもかなり普通ではないですよね。でもまあ普通じゃなかったとしてもなんかその根本的 なんか人間の姿というかそういうのはなんかあった上でというかね。うん、ね、小泉さんどうです？え、楽しい。楽しい、そうですよ。そうそうそう、楽しいよね。私たち一生懸命演じます。なぜ小泉さんが無言かっていうことも、ね、含めてなんかちょっと見に来てもらいたいです。そうですね、はい、劇場で楽しみにしていてください。こうやって矢吹さんすごい、矢吹さんはやっぱ真面目ですよ。いや、なんかそろそろ締めなきゃいけないかなと思って。何前ちゃった真面目、私も真面目ってね。小泉さん素直だね。真弥ちゃんの声は本番では聞けるんだよね。聞ける聞ける、はい。すごいいっぱい喋るもんね。ガンガン出てますね。小林さん実際のところどうなんですか、このみんな、はい、20人の女性を連ねて、はい、どんなお気持ちですか？なんか、なんでしょうね。楽しいです。あ、楽しいですよ。異常っちゃ異常ですよね、このなんか慣れない女の人たちがさ、怖い、本当に、このなんか異常な親戚とかでもありえないもんね、こういう集まりって。ジムさんどうです？すごいです、日本。日本すごい。ざっと。はい、まあ、こんなですかね。そうですね。はい、矢吹さん自身はどうなんですか？私すごい難しいですね。切り替えがなんかこうこのタイミングでうまく切り替えなきゃみたいなのを結構考えてるんで、うん、難しいなと思ってます。結構真面目な回答。みんな頑張ってお芝居するので皆さんぜひ女たちの全力演劇見に来てください。見に来てください。お待ちしてます。